女子ゴルフ、シモーネアジアパシフィックカップ第2日19日、インドネシアジャカルタ、ポンドックインダ GC、6806ヤード、パー72賞金総額75万ドル、約1億円有観客開催。3位に入った、メジャー、AIG 全英女子オープン以来の実戦となる、渋野日向子、サントリーは8打、差14位で出て1バーディー、1ボギー、1ダブルボギーの74で回り、通算3オーバーで、個人戦は10打差の17位へと後退した。妹のアマチュア、アキラリコ、名代2年は3ボギー、1ダブルボギーの75で回って、8オーバーの30位となった。2人で組むペア戦も、首位と21打差の14位へと順位を下げた。姉妹合わせて1個とはいえバーディーが取れたのは、家族旅行の良い思い出になったのではなでしょうか。お金ももらえる、海外旅行は、羨ましいですね。女子ゴルフは、姉妹で活躍しているペアが、たくさんいて、楽しいですね。プロになって、いい目標の姉がいるから頑張ってください。アジアゴルフリーダースフォーラム、韓国主催の招待試合で、レディースアジアンツアーとしては2戦目。16カ国から44選手が参加し、賞金総額75万ドル、約1億125万円で、個人戦とペア戦での54ホールストロークプレーの3日間、競技。ファンションブランドのシモンが大会スポンサーとなっている。1サニーから71で回ったプリンセススペラル、フィリピンが通算7アンダーの単独首位へと浮上した。昨夏の東京五輪銅メダルのリディアコ、ニュージーランドが1打差の2位。日本ツアー21勝のイボミ、韓国が5アンダーの3位、米女子ツアー3勝のキム・ヒョージュ、韓国は4アンダーの4位につけている。日本勢では、篠原マリア、大岡産業が3バーディー、3ボギーの72で回り、1アンダーで日本人最上位の7位となった。18歳の日本女子ツアー最年少プロ、桜井心那、フリーは3ボギーの75とスコアを落とし、3オーバーの12位となっている。競技は3日間で、明日20日に最終ラウンド18ホールを行う。大会2日目終了後、国内ファンは SNS 上で以下のようなコメントを寄せている。なんか偉いレベルの低い大会に出てるんだな、2日目78叩いても30位に残れるとか、練習観光が寺の出場かな。下からねアジアパシフィックは、韓国財界のプロモーション競技。日米差マイナスには関係ないから誰も興味など持たない。シモーネなんて渋野日向子にとっては遊び。妹の付き合いはいいけど練習ラウンドどころか調子まで崩さなければ、と心配。そんなつまんない試合に出る意図がわからない。このツアー構想が発展することはない。韓国の企業が各国のゴルフ関連企業に手を出しすぎたので焦っているとは思う。ビデオをご覧になっていただきありがとうございます。Like して下にコメントしてください。新しいビデオを見えるようにチャンネルを登録してね。誠にありがとうございます。